ようございます。おはようございます。久々のバックです。なんと半年ぶりに半年ぶりのバイクです別の方は乗ってるけどね。そんなあったって、うん、半年ぶりだった。はい、今日は伊香保に行ってキューピーちゃんのキューピーちゃんの色付けをやった後に春名湖伊香保から春名湖抜けて白糸ハイウェイで、こちらあれは荻野屋、峠の釜飯、荻野屋を食べて帰ってくるっていう感じです。涼しいからいいかもしれない。今日は降んないかな、雨、うん、降んないと思えた。カッパ持ったけどね。カッパちゃんね。カッパちゃん、はい、では久々のタンデムツーリングお送りします。スタートスタート。はい、今日のアキルのウィンターからスタートします。最近の定番でどこ行くにもアキルのから始まるスタート。今日は天王堂から関越マーケット行きます。すごい天気ね。うん、暑くはない。青空、久々の。うん、た。関越道入りまーす。ああ。群馬県入りました。5本を炊き始めました、うん、ではない関越の手前寄せパーキングでおります。女子熱ではないです。ここで降りまーす。ここで降りるの。おスマートインター初でしょちっちゃくない。止まるの。なんか変な感じ。降りました。観光するんで、伊香保の自動車おもちゃ博物館人形とおもちゃ自動車博物館。そうそう、だいぶ前にね、10年ぐらい前に1回来たことあるもんね。到着でーす。到着でーす。どう入れまーす。ラーメンの方どうぞ、受けたまいまーす。こんな2人です。時間が切れない。キューピーちゃん来ました怖いそれ。キューピーちゃんの絵付けしに来ました。絵付けまだまだね。色付けだ、絵付けじゃねえよ。絵付けは餌だからね。色付けですよ。はーい、クマちゃんいっぱいいるね。パンダ、パンダ、パンダ、昭和チックだね。募集中。募集中。昭和35年。昭和35年じゃ。の？バイク？S3。ネグロ、250cc で、すごいな、もう昭和初期。これがすごいよ。これで売ってたのがすごいよ。すごいね。
でもさ、うちら子供の頃ってさ、駄菓子屋さんってささすがに袋に入ってたと思うよ。もうこういうのなかった。こういうケースはなかったけど、これがプラスチックになってて、こう上がこうくる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 ってやつの裸のビスケットとかはなかったと思う。なかったね、そうだね。絶対昔の車の方がかっこいいよ。いいよね、なんかおしゃれ。イカホなのでもちろんイニディだね。藤原豆腐店86と高橋兄弟の FD。 すごいな、これ。なんかでも結構忠実に再現されてんじゃね。うん、あ、そういうこと。ここに寄付するんだ。昨日も昔は乗用車を作ってたの。そうだね、販売価格65万円だった。コンテッサってなんか有名だったんだ。なんかのさ、なんかのレースで速かったんだ。使えない。コロナ。コロナビール。大好きなコロナビール。それとは違う。でもこっちはどうしよう。これもコロナだ。クラウン、この辺があれかな、いつかはクラウンだ。でもセドリックの方がかっこいいじゃん。なんかそうだね、マーク2。これマーク2。本当だよね。もうホンダクーペとかってもう少し名前考えた方がいいのかな。そのまんまだよ。ローレル、日産ローレル。ローレル、ローレル、ローリーじゃない。これで 2000GT GTR じゃねえよ、トヨタの 2000GT。 そう、すごいかっこいいな。最終的に欲しいのがこれ Z。 アクマの Z、 アクマの Z。 これがほらあれだ。じゃあこれケンメリ、これがケンメリじゃん。ケンメリ生産台数が197台。これ本物なんだね。そう、うん、本物です。偽物じゃない。97台しかないの。そう、ケンさんとメリーさんのやつ。これが箱スカ、これが箱スカ。提供したってことだね、鈴木オート。ここで撮ったわけじゃないんだ。そうだよね、あれだって東京だもんね、舞台は。今一周してきまして、ここでキューピーちゃんに絵付け体験します。靴脱ぐの大変だ、これ。本当だ、靴を脱いで描いてます。何描いてます。了解です。
失礼しました。妖怪人間エビ。昨日もめっちゃ豪華資産の T シャツ。もう乾いた。10時半。じゃあ9時に着いたから1時間半もいたってこと？結構満喫してお土産もゲットしまして、ここからお昼ご飯に向かいます。まだです。あ、まだです。まだでした。間違っちゃった、まあ、お昼ご飯にはまだ遠いです。温泉です。はい、石段だ。そう、有名なやつ、いっぱいいる人。県道33号線で春名湖へ向かってます。春名湖、もうすぐ着くよ。もうすぐ、ちょっと困って、ここで来た春菜湖畔。到着しました。春菜湖、今日晴れてる。なんか、ね、山が見える。ちょっと明るくなってきた。到着です。11時、ただいま11時で、少し今10時で春名湖畔到着しました。ちょっと涼しいね。こっちの方にはロープウェイもあるみたいで、辛いんですけど、後ろがね。今日は逆回り、上りのヘアピンです。この間はみんなで来た時は辛いと思います。辛い？上り辛い。しょうがない。まだまだ続くわ。それが重いじゃん、上らない。途中であれだよ、ゴロゴロゴロって落っこっちゃうかもしれない。結構辛いんです、これ撮りながらは。そうだ、練習にはなる。うん、頂上来たらリーキーゾーンです。ちょっと寒いです。いつものリーキー。登山の寒そうだ。見えないよね、これね。リーキーゾーン、はい、山を降りて、北軽井沢です。お腹の分裕なんでコンビニ行きます。降りる前にコンビニです。ありそう。やっぱそうだ、400円。400円。あ、そっか。
来るかな、はい、お昼だったのに。お昼コンビニじゃねえよ休憩です。お腹が空いて我慢できなかった。から揚げ、から揚げここ今どこ。北軽井沢。北軽井沢、北軽井沢にいます。おいしい、うん、キャベツだ。キャベツ来た。群馬、群馬、そうだ、有名。フライトハイウェイに入ります。この辺が白糸の滝。ああ、白糸の滝。出ました。こっから軽井沢。なんか鎌倉っぽい。鎌倉よりおしゃれ、うん、ちょっとおしゃれ、綺麗だし紅葉してるよ、うん、寒いか。涼しいもんね。水峠ですよ。イニシャル D のシルエティのところ。豆腐屋さん。違うんですよ。豆腐屋さんじゃなくて青いシルエティでまこちゃんが乗せるんですよ。池谷先輩を好きになったから水峠、ね、有名な。あ、来たよ。見えてきた。あれだ、ちょっと見えた、さっき。あれだ。絶景。すごい、来ました。1時20分。メガネ橋に着きました。すごい、なんか上のとこ歩いてる人いるみたい。さっきいたの、ん、ひらがなかに、うん、きれいな。メガネ橋出発です。あれだ、有名な薄い雲の。並んでるよ、みんな。一回食べた。何食べた。チャーハン。美味しかった。普通なの。ほっぺちゃんとしてた。来ました、荻野屋。ペコペコです。荻野屋到着です。荻野屋峠の釜飯に到着しました。え、ないとかありえんの。ないとかありえんじゃん。今からお昼ご飯、これが食いたくて来たんだ。食べます。そうだね、飲みしたこれ出てきた。帰ります。なりだよ。まあね、当然の看板飯です。ミニラーメンセットいらない。いらない。念願の峠の釜飯。何気に俺一回も食ってなかったからな。食べちゃいますよ。何する。おしんこついてる。おしんこ、はい、食べましょう。はい、いただきます。3、2、1、ドン。オープン。
そこじゃねえよ。その布の下だよ、布の下。美味しそう。こんな感じです、ね。こんな感じだね。美味しそうだ。あ、いい。綺麗。美味しそう。クリマール。うん。いただきます。あ、うまい、やっぱり、うん、うん、美味しいね、美味しいでしょ、濃すぎない、うん、栗も大きいし、ね、栗超でけえ、栗楽ししてます、お前ちゃん話しかけてられます、話しかけられてます、盛り上がってます、この飯美味しかったね、普通のこれ、これ聞こえてるでしょ、はい、この飯、飲みのや、この飯食えて目標達成したので入ります、今は2時半だね、2時半、今日早めに帰る、そう、でも雨降んなかったし、そう、雨降んなかったしね、メガネ橋晴れてたし、そう、メガネ橋も晴れてよかったね、はい、帰りまーす、帰りは上信越の妙義から乗ります、久しぶりのタンデムツーリング動画でした、うん、ここのところキャンプばっかりやって乗ってなかったので、そう、久しぶりにツーリングとか、そうだね、峠の釜飯も食べれたし、可愛らしいキューピーちゃんできたし、まあ満足かなと思います、いるのです、最近定番化してるこの秋のインターを降りてさようなら気に入ってるな、気に入ってる、美味しさ、いよいよゴールです、ロングじゃないですけどゴールです、それではまた会いましょう、またね、ベイビー This is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at youWe'll be right back.
is what you came for. Lightning strikes every time she moves.